東京都知事選は最終日を迎え、現職の小池百合子氏、蓮舫氏、石丸伸二氏の3候補が激戦を繰り広げている。無党派層の動向と投票率が鍵を握る中、各陣営は最後の訴えに熱を入れている。小池氏は新宿で金メダルをいただきたいと呼びかけ、妨害にも負けず支持者とハイタッチを交わした。蓮舫氏は小池氏の自民党との関係を批判しており、3カ所で街頭演説を予定する。石丸氏は東京から日本を立て直すと規制を上げ、連日多くの街頭演説をこなしてきた。蓮舫陣営は小池支持の無党派層の切り崩しを狙っており、藤川慎之介事務局長は期日前投票の増加を警戒しながらも、最終日の逆転の可能性を強調した。作家の暇空茜氏も口コミの広がりを指摘し、小池氏か暇空氏が1位になる可能性があると予想している。2018年の西日本豪雨で3歳の初孫あかりちゃんを失った安高さん75は自宅跡地に慰霊碑を建てた。あかりちゃんは安高さんと妻の恵子さん72をじっちゃんばあちゃんと呼んで親しんでいた。毎朝裸足でもやを訪れ、動物園や公園に行こうとねだった。あかりちゃんの自転車は土石流で約200メートル先の土砂の中から発見された。恵子さんは悲しくなると悩んでしまったが、7回忌には墓前に手向けた。神戸市内のミネラルウォーターから水道水の目標値を上回る健康への影響が懸念されるPFASが検出されました。水道法の暫定目標値1リットルあたり50ナノグラムの最大6倍の濃度です。市が企業側に対応を求め、現在は目標値以下に収まっています。食品衛生法に基準はなく、国に基準制定が求められています。